なパスワークだ。完璧。なるほど。で、そのひろゆきくんのことを考えると、まあ、大して大きくない胸がキュンと締め付けられる。大きくないが余計。ね、今度の試合見に来てもらったら。え、無理だよ。私みたいなやつ相手にもしてもらえないよ。そうだよね。そんなあっさり認めないでよ。あれれ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 れ、うん、宝の持ち腐れしてんじゃん。もうちょっとだね。これ二重ないそうなのよ。もうちょっと頑張ってんだよ。いいってさ、バタちゃん、そのまんま。そう、結構気にしちゃうんだよ。お、おかえり、トリコちゃん。ただいま。あんま飲ませないでよね。ママ。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あなたがひろゆきくん？そうだけど。試合があるんです。それ見に来てください。それじゃ待ってます。そっか、半田先生恋人いたんだ。だからフットサルもやめちゃうの？そう、もうおしまい。失恋と同時にフットサルもジ・エンド。しんないけどさ、せめてフットサルでは初勝利あげたくない？だって本当は先生と同じくらいフットサルも大好きなんでしょ？だったら勝とう。勝って先生にとって一生忘れられない生徒になろう。頑張る。悔しい。
字と国軸なんて当時だな。無理しないでもうやめた方がいいんじゃないの。ダメダメ、完璧なクエアシュート打てるまでやるんだから。こんばんは。修子ちゃんと天一くん体育館で練習してます。明日試合なんで。お願いです、明日の試合見に来てください。修子ちゃんの試合してる姿見ればお父さんの気持ちも絶対変わるはずです。お願いします。修子の母親な、バレーボールの選手だったんだ。結婚して修子が生まれてからもバレーボールだけは続けてた。だけどな、ある日試合中に突然倒れた。心臓発作を起こしてそのままだ。あんたにわかるか。その時の俺の気持ち、あんたにわかるか。これ以上大切なもん失いたくねえんだ。だから修子ちゃんに運動させるのが怖いんですね。何も知らずにすいませんでした。でも修子ちゃんは健康診断でも問題ないって証明されてます。それにチームの仲間とフットサルに打ち込んでる修子ちゃん、最高に楽しそうです。だからその顔一度でいいから見に来てあげてください。お願いします。サッカーやってたから。へえ、そうなんだ。